本部長、本部長、本部長、ちょっとちょっと、何してんの？質問したいんですけどいいですか？何してんだよもう。ちょっと遠いな、ちょっと遠いな。なんだよもう。ちょっと、はいはいはい、質問してもいいですか？うん、企業理念って何のためにあるんかなと思って。企業理念ってそりゃあの、はい、まあ、外向きも内向きもあるけど、うん、やっぱあのみんながこうギュッてこう一緒になれるみたいな、そんな意味があるんじゃないかなと思うけど。あ、企業理念があることによって、うん、一つになれるってことですね。そう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 。いや、それそうってさ、ちょっと一つだけ言いたいことあるんだけどさ、はい、何ですか？やっぱ撮影するときってさ、俺も仕事中だからさ、はい、ちょっとタイミングだけ気をつけてくれない？タイミングそう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 、あのやっぱ細かい作業とかしてたらさ、やっぱ飛んじゃったりとかするから、はい、まあ、そこだけしっかり頼むわ。え、今タイミングが気になってるんですか？うん、タイミングだけ、ほんと、うん、それだけ。え、タイミングじゃないでしょ、あの場所を素敵して。いやいや、もうタイミングだけちゃんとしてくれるから。タイミング、次から頼む なタイミングが悪かったの、分かりました。うん、うんうん、ありがとう、うん、ありがとうって言ってる。頼むわ。